カット下手だったらやっぱ行かないですよ、うん、休眠美容師をね、その取り組む求人する、じゃあ広告っておっしゃったんですけど、うん、休眠美容師広告、わざわざ美容師の広告見るかなっていう、うんうん、求人でしたら基本的に一番採用しやすいものと考えているのがまずインスタグラムになります。その仕掛け聞きたいです、はい、あと休眠美容師さんというところを今回採用のペルソナで置いているのでまずシフトはほぼないような形で組もうと思っています。なのでほぼほぼあまり指名制というところもあんまり組んでいません。極端な話、その方にもちろん切ってもらっています。その方に担当してもらっているので、やっぱりこう人に依存するところでもあるんですけれども、チートっていうブランドを好きになって、でその世界観が好きだから来てくれるっていう方をより多く集めたいなと思っています。いわゆるちょっと生活の豊かさとか、あとはそういったお洋服が好きだったりだとかだったら、そういった方々が好き好む、いわゆるこうモデルの撮影であったりだとか、スタッフさんの雰囲気であったりだとか、そういった全体の世界観を作りながらリクルーティングしていくっていうところが、とにかく私の強みでもあります。このティートっていうのはすでにインスタアカウントあるんですか？いえ、今からまさに作るところで、物件もようやく契約が進もうとしているところです。物件契約ってことはあと2ヶ月ぐらいでオープンっていうイメージですね、うん、そうです、一応10月を、本来だったらその構想があればティートっていうのをもっと早い段階でインスタ作ったりとかブランドをやっていかないと、うんうん、なんかちょっと遅い感じはありますよね、うん、でも先ほどスタッフが今一人というふうにおっしゃったんですけど、それは求人は結構来たけど、それ他の人を落とす理由っていうか、応募があった人数としましては本当にこう10人も満たないぐらいです、うん、なので5人ぐらい、本当にちょっとぐらい集まったような形です、うん、で実際今回一人目に関しましては正社員雇用というところでもう決め切りまして、でかつもう店長として、最初のオープニングスタッフとしては一人、今のところは一人です。ただ今回の事業モデルとしてパート社員型であったりだとか正社員雇用のところがミックスになるので、ちょっとそのあたりの採用のところは今かなり検討しているところになります。西尾さんね、ズバッと言いますけど無理です僕実はカラー専門店をやってるんですけど、オートシャンプーで手荒れ防止でセルフブローでスタッフになるべく負担をかけないで募集しました。めちゃくちゃ来ます。なんで来るか分かります？カットしないからなんですよ。カラーのみだからです。休眠美容師の、再就職ってカットするところに行かないんですよ。なので今もし募集で、かかってそれで来てるってことは、それたまたまです。で、カラー専門店だから面接を受けたっていう子たちばっかりだったので、で実際に、うちのスタッフも OB でいますけど、手荒れで断念した。でもうやっぱり好きだからもう一回やりたい、でもやっぱカットがもう昔私が習った時ともう全然変わってるとか、また改めて勉強しようかったら子供のこと家庭のこともあってだとなかなか難しいっていう、そこまでのスキームって、まあ、カラー専門店の方でかなりたくさんのマニュアルフォーマットありますけど、まあ、それでも結構厳しいですよ。休眠美容師はさっきも言いましたけど絶対カットしないです。てかカットの教育を相当しないといけないですし、そんな並半可なカットでお客さん満足しますかね。カット下手だったらやっぱ行かないですよ。